茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン。大人になれないピーターパン、僕はこの街で今も夢見てる。ティンカーベルに出会えたから、僕は空を飛べるのさ。茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン。大人になれないピーターパン、近くが見えなくて遠くの夢を見る。銀色に染まってゆくけど、黒に日焼けして子供みたいさ。茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン。大人になれないピーターパン、大人にならないピーターパン。おはようございます。4月18日湘南半ちゃんぽ、今朝の一曲はね、茅ヶ崎ネバーランドを、この間やったライブの半音下げバージョンでやってみました。やっぱねいいね、なんかこう熱く歌えるけど、ちょっと何安定感が増すっちゅうのかな、優しいというか、まあ、要は商業ベースに乗るんじゃないかなっていうね。やっぱね、商業ベースも考えなきゃね、これから30年40年音楽をね続ける上でね、やっぱこう商業ベース的な全盛期ね、こんなん鳴門疾風伝とかさ、そんなさこう場所にこう留まらずに、もっとこう商業ベース的な結果をね出すためにいろいろと模索をしております。で、茅ヶ崎ネバーランドっていうのはもうね、茅ヶ崎という街がもう独特なんだよね。もう独特というかね、もう最高なんだよ。で、昨日実は茅ヶ崎村という、まあわしが住む分譲地のね14家族が住む分譲地があって、まあ、そこにね、こう真ん中にこう広場があるんだ、広場が。そこでね、実は大バーベキュー大会をやりましたね。12家族の大人がね、大人19人、で子供が9人というね、28人、総勢28人のバーベキューってさ、なかなかないじゃん。それをね、ちょっとね、仲良しパパとかママでね、企画してね、こう前日から買い出しに行ったりとかしてね、最高のバーベキューができましたね。朝雨だったけどね、昼から晴れたんで、でまた夕方が降り出したから撤収して、その後ね我が家で二次会をやったんだけど、その二次会がね、二次会も多分ね20人が来たんじゃない？散るっしょね。で、まあ、大人たちはさ、まあバーベキューの余った食材で、ね、うちのかみさんとかさ、幹事長門番と言われるパパがね、カレー作ってくれたりしながら、まあ、みんなでこうチルクお酒を飲んだりご飯食べて、でその間は俺ずっとね、子供たちと、俺のスタジオでずっとレッスンしてたずっと3時間ぐらいやってたよ普通のレッスンよりも
全然長くて途中で頭痛いってなったけど、子供の声ででかいじゃん、高い、あの甲高いしさ、で子供がね最大多分 7,8 人でわしの部屋で歌ったから、でしかもマイクが欲しいっていうからね、マイクをあのつけてあげたんだよね。マイクでさ、あのなんちゅうのハイトーンボイスで絶叫するから、みんなで、俺もさ絶叫するからさ、で酒も飲んでるし頭痛いと思ったんだけど、子供たちがまだもっとやるもっとやるっつって、3時間ぐらいね楽しいレッスンをしてました。で湘南ウクレレフェスのテーマ、これがね子供たちバージョン、子供たちとのコラボバージョンね、サビは子供たち、 A メロは俺っていうバージョンと、ね、サビも A メロも全部子供たちで歌う、そういうバージョンもね昨日から練習し始めて、だいぶねあの早口言葉ね、三浦葉山寿司鎌倉藤沢三浦横須賀葉山、俺が今歌えないわあれもね、結構みんな覚えてくれてね、あの何ひらがなで全部さ歌詞カード作って、そういうね、レッスンやってまして、今日はねヘロヘロですまあヘロヘロでもさ、こうやってね商業ベースのキーで歌うとちゃんと歌えるね。まあ一箇所二箇所ちょっと俺もあちょっと達しなかったなってあったけど、でも本当にクオリティがすごい上がってるんで、これがわしの扉を、新しい扉を開けてくれたんじゃないかと期待しております。で実はまだね告知前だけど、フェスね、世界最大級のフェスにも呼ばれてるしね、地域湘南の地域のフェス、子供もこう遊べるフェスにもね呼ばれてるんで、その子供も一緒に遊べるフェスで、茅ヶ崎村の子供たちがもしもみんな来れるんだったらステージに上がってもらおうかな。ねえ、それいいっしょ。みんなでさ、湘南ウクレレフェスティバルって叫ぶ、最高の景色が見える気がしますね。なんでこれはあの心地が解禁されたら、今心地解禁待ちがいっぱいありますね。大型プロジェクト2件ね、大型フェス何件かとかね、いろいろあるんで、ちょっとわしのインスタ、ツイッターなどチェックよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でバイバイ。